アントン・ブルックナーの公共局第3番に担当は、1873年に最初の項が完成された公共局であり、彼が番号を与えた3番目の公共局にあたる。リヒャルト・ワーグナーに検定されたことに由来する、ワーグナーという愛称も付けられている。1872年に着手し、1873年に初項が完成した。 初行執筆の最中の八百七十三年、ブルックナーは、リヒャルト・ワーグナーに面会し、この第三公共局の初行と、前作公共局、第二番の両方の送付を見せ、どちらかを検定したいと申し出た。ワーグナーは、第三公共局の方に興味を示し、検定を受け入れた。この初行により八百七十五年、ヘルベック式ウィンフィルハーモニー還元楽団によって、 初演が計画されたが、リハーサルでオーケストラが演奏不可能と判断し、初演は見送られた。1876年、ブルックナーはこの曲の大幅改訂を試み、1877年に完成した。同じ1877年、ブルックナー自身がウィーンフィルを指揮して、この曲は初演された。 もっともこの初演は、オーケストラ奏者も聴衆もこの曲に理解を示さず、ブルックナーが四季に不慣れであったことも手伝い、演奏回収両時にほとんど客が残っていなかったという逸話を残している。とはいえ、残っていた数少ない客の中には、曲の初演準備のために二大ピアノへの編曲作業を手伝った若き日のグスタフ・マーラーもあった。この初演の失敗により、ブルックナーは、 その後約1年間、作曲活動から遠ざかった。1878年、この曲が出版されることとなり、それに合わせて一部修正を行った。1888年、再度この曲は大幅改訂され、1889年に完成した。交響曲第8番の改訂と同じ時期である。この校は1890年に、 ハンス・リヒター式ウィーン・フィルによって初演された。この第コーでの初演は成功を収めた。日本初演は1962年5月23日、ハンス・カウフマン式の京都市交響楽団により、京都会館にて、ワーグナーに検定されたことから、ワーグナーの愛称も付けられている。この曲の初稿をワーグナーに検定する際、ブルックナーは表紙に、 ワーグナーの文字を華やかな金邸色で印すよう指示した。印刷された表紙は、ワーグナーの文字の方が、ブルックナーよりもずっと大きい。1873年8月31日、ブルックナーはこの作品と旧作の第二公共局の楽譜を持って、バイロイトのワーグナー宅を訪問している。風彩の上がらないブルックナーを見て、ワーグナー夫人の小島は、物乞いと勘違いしたという。 ワーグナーは、バイロイト祝祭劇場建設のプロジェクトに忙しく、検定に興味を示さず、ほとんど門前払いの形で、ブルックナーを帰らせたが、後で楽譜を見て感動し、劇場建築現場に佇んでいたブルックナーを、連れ戻して抱きしめ、私はベートーベンに到達するものをただ一人、知っている。ブルックナー君だよ。と称賛した。検定を開学された番。 ワーグナー夫妻とブルックナーは2時間半ほど寒断したという記録が残されている。その際、ワーグナーがしきりにビールを勧めたため、ブルックナーはすっかり酔ってしまい、翌朝ブルックナーはワーグナーがどちらの公共局の検定を受け入れてくれたのかすっかり忘れていた。同席していた彫刻書き椅子に尋ねるとに単調の公共局についての話でトランペットが 話題になっていたという。そこで、念のためにと、ホテルに備え付けられた便箋に、トランペットで主題が始まる、に単調公共曲、A ブルックナーシンフォニーイン、D モル、を、大トロンペートダズテーママグインと A ブルックナー MP と書いて、ワーグナーに送ったところ、同じ紙に書き添えて、そうです。そうです。ケグ、リヒャルトワーグナーじゃ。 ジャ・ヘア・リション・ググルーーーース・リチャード・ワーグナーとの返事があった。この時ブルックナーが使用した便線によると、宿泊していたホテルは、金のイカリズンゴールデン年ンアンカーバイロイトというもので、2020年現在も4つ、母子ホテルとして営業している。ワーグナーの家である、バーンフリートソートもほど近く、逆に、バイロイト祝祭劇場へは少し距離がある。公共局第3番の実質は、 上述の二大ピアの編曲作業を手伝った経緯から、マーラーが所持していた。マーラーの夫人アルマは、アルマ自身とマーラー、三度目の夫ベアフェルのいずれも、ユダヤ人の出自であったことと、ナチスが、ブルックナーの音楽を政治利用していたため、ナチスから所持品を没収されることを憂い、マーラーの遺品のトランクの中から、この、ブルックナーの公共曲第三番の自筆譜を見つけ出し、 1939年にアメリカへ密輸した後、戦後オークションにかけた。1878年及び1890年、レティヒ社から初版が出版された。前者は1877年校を、後者は1889年校を元にしているが、弟子の皇帝が加わっているとも言われる。ローベルト・ハース主導の国際ブルックナー協会の第一次。 全週編纂においては、この第三公共局の皇帝府を残せないままハースが失脚し、主管皇帝社がレオポルト・ノバークに移ることとなった。ただしその際、ハース皇帝府の判権が東ドイツに残った関係から、戦後、フリッツ・エーザーが東ドイツにて、ハースの意思を受け継いでこの第三公共局の皇帝を行った。これは、エーザー版と呼ばれ、通常、 第一次全集の範疇に含められる。この楽譜はビースバーデンのブルックナー出版から出版されたが、現在絶版である。このエーザー版は第二項をもとに肯定していた。国際ブルックナー協会の肯定作業がノバークに変わった後、ノバーク肯定によるこの曲の楽譜が次々と出版された。まず1959年に第三項に基づくノバーク版が出版された。 続いて1977年に、ノバーク版第1項、1980年には、アダージョ第2番、さらに1981年に、ノバーク版第2項が出版された。ノバークの死後レーダーが1995年に、肯定報告書を出版し、移行問題は、一応の学問的決着を見た。第二項をもとにした、エーザー版とノバーク版第二項は、 本質的には同一のものであるが、エーザーは1878年の出版の際の指示を一部採用している。大きな相違は第三楽章のコーダであり、エーザーは印刷しないの指示を採用し、これをスコアには含めてない。ノバーク版ではそのままスコアに含めている。第三項を元にしたノバーク版、第三項と初版は、 本質的には同一のものであるが、校舎は表情付けなど細かい指示が随所でなされている。例えば第1楽章の100小節目の木簡の和音は、ノバーク版。第3校では単なる伸ばしの和音だが、初版では、クレスクが復帰され、次のバイオリンの旋律への布石にもなっている。第1校には、ワーグナーの楽劇の旋律の引用が随所に見られたが、第2校。 第3項と改定が進むにつれ、引用箇所は削除されていった。また修学賞で、第1項では、先行三学賞の主題がすべて改装されるが、第2項では、第1学賞の改装のみ、第3項では、改装がなされない。その他、第1項では、第2項以降に比べると、主題、旋律に要する小説数が不均等である。概して、 第3項の完成度の高さを評価する演奏者が多く、実際の演奏でも、ノバーク版、第3項が使用されることが多い。ただし、第2項、第1項の方に評価を与え、これらを使用する指揮者も少なくない。第3項については、音楽の展開が晩年のブルックナーのスタイルになってしまっており、第2項の方が、この曲の主題や楽奏にふさわしいとの評価もある。 第一項については、未整理、冗長と評されることも多いが、逆に、革新的という視点で捉える指揮者もいる。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットさん、トロンボーンさん、ティンパに、言語部諸項が約70分、第2項が約60分、第3項が約55分である。適度に、神秘的に適度に、 より動きをもって、神秘的に遅めに、神秘的に、二単調に、二拍子そんな竹式弦の加工する音景を、背景に、トランペットによって第一主題の旋律が出てくるが、こうした明確な二元的音響構成は、二単調公共曲の停滞経験からとも言えよう。計画に入り少しずつ膨らんでいき、頂点部分で特徴的な旋律を力強く演奏し、フェルマータで休止する。 曲は、静まり主題を書くほ計画も、ほぼ同様に繰り返す。再度静かになると、第2主題の登場となる。第二主題は3プラス2、および2プラス3のブルックナーリズムによって、対位法的に構成される。この主題は、少しずつ変化しながら展開され、主題冒頭の動機を使って公用すると、クライマックスを築く。第3主題が金環で提示される。 第3主題も同じリズムを持ちエコーの効果を示しながら進んでいく。提示部の終わりには、ミサ曲第1番に艦長のグローリアの中のミゼレーレの部分がそうされ、宗教的イメージとの関連を伺わせる。展開部の始めは、第1主題の範囲きなりが木簡で演奏され、短い応答部分を経ると、次第に曲が大きく発展し、第1主題を使ってクラマックスを築く。 展開部の終わりには、ワーグナーのトリスタンやワルキューレからの引用と思われる、学区が初行では置かれていたが次の校では、もうその部分は削除されている。展開部から再現部へ移行する際に木管に、公共局第2番第1学章の第1主題が現れる。再現部は型通りである。コーダには、ベートーベンの公共局第9番からの影響と思われる、 オステナートバスによる形成が見られる。なお、1項は全体的に経過部分が長くなっており、集結部も異なる。また、2項と3項では、展開部や集結部に大きな違いがある。アダージョ、早朝に、アンダンテ、動きを持って、早朝に、クワジアダージョアダージョ、動きを持って、クワジアンダンテ変歩調調4、4拍子 ABE。 CBA の形式第1主題は美しくさらに内面的な旋律で第2主題はビオラが奏でる。中間部は神秘的にと書かれた楽奏で第1主題の再現で頂点となる。ここでの還元楽法はワーグナーの影響が反映されている。コーダも美しい音楽でその頂点の後にはワルキューレの眠りの動機が引用されている。スケルツをかなり急速にに単調通りを 同じテンポで、胃腸ョウさん、四拍子何かを問いかけるようなバイオリンの旋回モチーフと、それに応じる低減のピッチカートとが交互に現れて、助走を形成し、最強音で主題が開始される。中間部には6度の加工を特徴とする歌謡的な楽譜が現れるがその軽やかなワルツ的な伴奏はトリオを予告していると言えよう。トリオはピッチカートを織り混ぜたワルツの雰囲気の濃い曲で、 ある。細部において一項、二項、三項ともそれぞれ異なる。なお、二項のみ、ダカーポゴに、項代一項する。アレグロに単調に蝶々に、二拍子自由な、そなた形式第一項、第二項では、展開部と再現部とが分かれているが、第三項ではブルックナーが晩年に用いた、展開部と再現部が合体した形をとっていて、再現部は、第二主題から始まる。 コーダの最後には、第一楽章の冒頭主題が二丁調で大きく、鳴らされて、全曲を締めくくる。ただし、第一項ではこの部分はなく、その二小節前で終わってしまうので、この終わり方に聞き慣れた聴衆からすると何とも、中途半端に聞こえてしまうのは、やもうえまい。ブルックナー公共局、ハンスヨアヒムヒンリヒ戦、高松祐介役。 春秋社2018年 P97 に写真掲載アントン・ブルックナーゲザムト・アウスガーブ・ブリーフ1852から 1886P144 ポール・キルデイヤベンジャミン・ブリテン A ライフ・イン・ザ・トゥエンティース・センチュリー、n t u r y P166 作曲家人と作品シリーズブルックナーよりありがとうございます